世界にはそれぞれの文化や宗教観、死生観を反映した神話が存在しています。当たり前ですが、登場する神々も神話によって違います。ところが、まるで違う神話なのに自国の神話に似ているという神話のお話があります。例えばギリシア神話と日本神話には類似するお話が多いことでも有名なのですが、今回その中からいくつか紹介していきたいと思います。夫婦の永遠の別れ。日本神話には創造神である二人の神、イザナミの御事とイザナギの御事の永遠の別れの場面があります。火の神を生んだことで、妻であるイザナミの御事は命を落とします。夫であるイザナギの御事は妻に会いたいと死者の国であるヨミへと迎えに行きます。ヨミの国で再会した二人ですが、妻はヨミの国の食べ物を食べてしまったため戻れません。妻は夫の思いに応えるべく、ヨミの国の神々と長い間話し合いました。しかし、待ち疲れた夫はその場面を覗き見てしまったのです。すると、美しかったはずの妻の姿は醜く変わり果て、驚いた夫はその場から逃げ出してしまいました。変わり果てた姿を見られ、逃げ出されてしまった妻は怒り狂い追いかけます。夫は死者の国と生者の国を分けるよもつひらさかを大岩で塞ぎ、妻が出てこれないようにしてしまいました。このお話のギリシア神話版があります。オルフェウスの冥界下りと呼ばれるお話です。英雄であり吟遊詩人、そして盾ごとの名手であるオルフェウスには最愛の妻エウリュディケがいました。しかし、ある日最愛の妻は毒蛇に噛まれて亡くなってしまいます。夫は妻を取り戻そうと冥界へと向かいました。冥界で再会した二人ですが、妻は冥界の食べ物を食べていたために戻れないと知ります。夫は冥界の神々の前で盾ごとを弾きながら妻への思いを歌い上げました。感動した冥界の神々は、冥界を出るまで振り返って妻の顔を見てはいけないという条件をつけて妻を返します。あと一息で聖者の国というところで、夫は急に、妻は本当についてきているのだろうかと不安に駆られ、後ろを振り向いてしまいます。すると、妻は悲しそうな顔のまま冥界に連れ戻されてしまいました。この2つのお話の類似点をまとめてみましょう。まとめてみると、似ている点が多いことがわかりますよね。助け出された乙女。次はヤマタノオロチ大事のお話です。ある国にやってきた勇者スサノオノミコトは、泣き崩れる老夫婦に出会いました。老夫婦には8人の娘がいましたが、毎年1人ずつ怪物に食べられていったというのです。怪物の名前はヤマタノオロチ。娘はもうクシナダ姫一人だけになってしまいました。勇者は姫との結婚を条件にヤマタノオロチを退治しようと提案しました。老夫婦も姫もその提案を受け入れ、勇者は必勝アイテム特別な酒を作り、怪物が酔いつぶれた隙に退治したのです。勇者と姫は結婚し、幸せに暮らしました。 RPG 風にざっくりと説明しましたが、これと類似するギリシア神話がペルセウスの物語の中にあります。こちらも RPG 風にご紹介します。王様の命令で見たものを石に変える怪物メデューサの退治を命じられた勇者ペルセウス。神々の知恵を借り、見事にメデューサを退治した勇者は、帰国の途中で泣き崩れる王と王妃に出会います。王妃の私の方が神々の娘よりも美しいという発言がきっかけで、怒り狂った海の神がその国に海の怪物を解き放ったのです。王と王妃は神々に助けを求めましたが、最愛の娘アンドロメダを怪物の生贄に捧げろと言われてしまいます。姫は勇敢にも自ら生贄になる覚悟をしていましたが、勇者は寸前のところで怪物を退治します。その時に役に立ったのがメデューサの首というアイテムです。姫は勇者と共に勇者の国へと旅立ちました。さて、この2つのお話の類似点をまとめてみます。この部分だけ見ると、ほんと RPG にしか見えませんね。隠れてしまった女神。
次に紹介するのは、日本神話では天の岩戸隠れと呼ばれるお話です。天照大神の弟神スサノオノミコトは気性の荒い神でした。姉の住む高天原を訪れた弟は高天原で乱暴なことばかりしてしまいます。初めのうちは弟をかばっていた姉ですが、弟の行動はエスカレートし、ついに死者を出してしまいます。悲しみのあまり姉は洞窟にこもってしまいました。太陽の化身である彼女が洞窟に隠れたことで世界は闇に包まれ、作物は実らなくなりました。困ってしまった神々は洞窟の前で祭りを行い、わずかな隙間から外の様子を見ていた彼女を洞窟の外に引っ張り出すことに成功しました。このお話のギリシア神話版には豊穣の女神デメテルが登場します。豊穣の女神デメテルはある日、兄である海の神ポセイドンに乱暴されてしまいます。怒り悲しんだ妹デメテルは洞窟にこもってしまいました。豊穣の女神がいなくなったことで世界中で作物が実らなくなります。困ってしまった神は洞窟の前で宴会を行い、空腹に耐えかねていた彼女に食べ物を差し出しました。彼女が受け取ろうとした隙に神々は腕をつかみ外に引っ張り出しました。この2つのお話の類似点をまとめてみます。さて、いかがでしたでしょうか。ここまでご紹介した日本神話とギリシア神話の類似点は全体のほんの一部です。時代も場所も文化や考え方も違うのに類似点が多く見られるというのが本当に不思議ですよね。遠い昔の記憶や語り継がれてきた伝承、人と人が交流していく中で似ている記憶や伝承が混じり合い、その国の神話に組み込まれ語り継がれてきたのかもしれません。そう考えるとなんかワクワクしますよね。はい、ということで今日はこれでおしまいです。また今度ね。おやすみなさい。バイバーイ。